tall, small, big, thin. Today, I'm going to go and ask a couple of Japanese people what kind of body type they would prefer in their partner. Obviously, we're looking at the outsides today, but let's see what they are actually looking at. 理想の相手の身長と重さは大体どのぐらいがいいんですか ?165 とかあるので、それよりは上がよくて。身長は自分より高かったらいいって感じ。じゃあ自分より高かったら1センチでも OK。ヒール履いたら自分より彼氏の方がちっちゃくなっちゃうからヒール履いても彼氏の方が大きいぐらいの身長がいい180高いか170とか170後半とか165とかでも全然大丈夫そうか小さいもんね、うん確かそれはあるかもちょっと自分より背ちっちゃい人は OK ですかないですかでも嘘やだ嘘 OK 私よりちっちゃいって相当ちっちゃくないあそっかあだから確かに嫌だな感じあなたやだそれはやだ背ちっちゃい男の人でも OK ですかあ背ちっちゃい自分が163なんで165以上がいいですやっぱちょっと上がいいですかちょっと上がいいですなんでですか、はい、やっぱり歩いててちょっと差が気になっちゃうなっていうのはあります、はい、自分155なんですけどやっぱ165以上はないとだから自分と同じちょっと上でも低いじゃないですかだからできればそれ以上がいいかなと思います、ね、170センチより上ぐらいなんでですかなんかヒール履いた時に越しちゃうと嫌なんで女性やっぱファッションのこと考えて相手も選ぶことはありますねそうですね身長は175以上で体重は自分より細くてなんかもう病気的な感じがいいああなんかちょっとガリガリなモデルな感じそう身長は特に問わないんですけどまあ細身の方がいいですねあんまり痩せすぎず太りすぎずちょうどいい感じの人がいいです体重はそんなに気にしないんですけどそれなりに鍛えててほしいですなんかちょっと男らしいビジュアルはあってほしい一緒に運動とかして体鍛えてほしいおーじゃあ相手も一緒に運動しようみたいなそうワイルドな感じが男らしくていいんじゃないかなって思います体重は別にそんな気にしないんですけどなんか太ってる人じゃなくてでも痩せてもなくてみたいななんかちょうどいいみたいで体重は何ですか自分より細い人は嫌だ並んでて男の人の方が細いの超嫌だ自分めっちゃ太ってるみたいになっちゃうからあじゃあやっぱり自分より男の方が痩せたらちょっとね自分が気になる気になる気になるありがとうありがとうございます Looks like most girls would date someone who is at least 165 centimeters, so you would have to be a little bit taller than them. And what really surprised me, most of them are thinking of their heels. So you should still be taller, than the girl, even if she's wearing heels. Now, they didn't quite classify whether they meant normal heels or maybe super bleak plateau heels that you can buy nowadays in Harajuku.Anyways, how about you girls? Would you date someone who is taller than you? How much taller should he be? Would you date someone who's smaller than you? Guys, same for you. Would you date a girl that is taller than you? Let us know. Leave us a message in the box below. Looking forward to reading it. Bye!